次に櫻井井井君君のの質疑を行いいまますすすはござ民進党新緑風会の櫻井充です現在、復興特別委員会の委員長を拝命しておりまして、この予算委員会に立たせていただきましたこと、あの発言の機会をいただきましたことについて、山本委員長はじめ、関係者の皆さんに感謝申し上げたいと思います。あの冒頭、すみません、総理、通告しておりませんが、昭恵夫人ってどういう方なんでしょうか。 安釣りすぎて、もうすでに25年以上経つわけでありますが、あのまあ自,分まあ、自分自身の生き方を大切にする人物でございまして、まあ、私が人として今日まで過ごすことができたのはです、ね、まあ、同時に私の妻のサポートがあったらこそと、感謝をしているところでございます。 櫻井充君あ,のありがとうございますあの素晴らしい活動をされておりまして、一例ご紹介したいと思いますが、岡山県の農村で、まあ、棚田の保全をしていきたいという運動に感銘されまして、えー、そこに、まあ、今、名誉顧問に使かれているようですが、えー、ある大手自動車メーカーの基金からです、ねえー、4年間で助成金が2億2千万拠出されてきていると、ですから、まあ、こういう活動もされてきていて、あのご自身として、 自分がこういうやりたいと思うことをずいぶん一生懸命やっていらっしゃると思いますし、それから今、総理からお話がありましたとおり、そらく総理の代わりにも,にもなって、例えばその家計学園とフィリピンの日本語文化学園とのえ教育交流協定調印式ですか、ここには総理のご婦人だというお名前で調印されていると、ですから、ご自身の活動もあるし、それから総理の補佐という形でもずっといろんな活動されてるんじゃないかと、そう思います。 まあ、すいません週刊誌の記事で大変恐縮ですが、まあ、今日のにお母様がです、ねえー、日本の総理夫人のし、総理夫人としては失格ですと、まあ、そうコメントされてるみたいなんですが、ど,ど,う,どういうふうにお考えですか安倍内閣総理大臣あの、まあ。櫻井先生とも思えないあの週刊誌の記事の紹介でございますが、昨晩もです、ね、私と妻と母と、兄、夫婦と兄のところの長男と、 楽しく会話をさせていただきまして、そういうご懸念は一切ないということは申し上げておきたいと思います櫻井み君えすいません、あのまあ、こういう質問して、はい、申し訳ございません。さて、えーと、まず本題に入っていきたいと思いますが、国家戦略特区について、最初にあの質問させていただきたいと思います。 パネルを見ていただきたいと思いますが、あのこの国家戦略特区、1条に法律の目的が定められておりまして、ちょっと長いので、特に大事なところだけ申し上げますと、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑みと、中身としては非常に素晴らしい内容のことが書かれてきております。 ところが一方で、現実を見てみると、これが本当に国際競争力を強化するんだろうかという内容が含まれておりまして、例えば東京圏がこの特区に指定されているんですが、病床規制に関わる医療法の特例、要するに地域医療を行っていく上において、地域で病床数を定めていますが、これに穴を開ける医療法の特例を設けてきております。 どうしてこれがその産業の国際競争力を強化することに当たるんでしょうか山本国務大臣。あのそもそも病床規制につきましては、ですねかねてから、えー、まあ安倍政権の前の民主党政権においても規制改革の対象として検討されておりました。平成23年7月のの規制制度改革にかかる追加方針の中では 制度の弾力的運用を検討すると閣議決定されておりました、まあ、しかしながら、まあ、その後おお、2年以上にわたって、えー、結論は出なかったわけであります。えー、まさに規制改革を実現したのは安倍政権であります。まあ、具体的には、平成25年夏に特定案を募集したところ、17団体から特定案がありまして、これを受けて特区ワーキンググループを9回開催し、提案者あおよび厚生労働省と議論を重ねました。産業競争力会議でも 同年9月17日に議論を行い、9月20日の課題別会合で、当時の田村厚生労働大臣が、特区で高度な水準の医療を行うための病床の特例について検討すると表明いたしました。最終的には、10月18日の日本経済再生本部において、医療分野の国際的イノベーション拠点を整備するため、病床の新設増床を可能とする旨の規制改革を決定したところであります。本特例によりまして、高度な医療の提供を通じてハイレベルな 国際医療拠点の形成につながることから国家戦略特区の目的に適合するものと考えています。具体的事業の内容は、国、地方、自治体、民間が作成する区域計画に盛り込み、厚生労働大臣の同意を得て、最終的に総理の認定により決定する仕組みでありますが、平成26年12月以降、これまでに4特区で9事業、合計153省が認定を受けているところでございます。そういう意味で、特に先駆的なですね、 医療をやるというところについて、えー、この特区の認定を行うということで、非常に意味があるものと思っております櫻井光る君。あの今、いろいろご答弁ありましたが、あのこれが本当にその国家戦略特区に当てはまるかどうか、私は非常に疑問を感じています。で特ににに、ね、ここのの中で指定されてておお手元に資料を委員の方々にお配りしていますが 例えば大学病院関連がありますが、大学病院の関連というのは、もともとこの病床規制から外れています、ですから、こういう特例を設ける必要性は私はないと思いますが、この点についていかがですか山本地方創生担当大臣あのそれはあの大学病院や大学病院なりの、そうした。あ 制度をです、ね、活用していけばよろしいと思いますし、まあ、そうではないところもあるわけでありまして、それについて、我々は非常に先駆的でイノベーションが見込まれるという場合には、特区の指定をするということがあり得るということであります桜井充君。すいませんが、答弁になってませんからね、これはもともと大学病院っていうのは、その地域の病床規制から外れているので、特区を利用する必要性なんて全くないんです。 でそこの中で、2つ実は民間法人が入ってましてね、民間法人が2つここに紛れてるところに問題があります。1つの民間法人の代表は、もともと厚生労働省にいた方です。えーえー、と国際医療福祉大学を経てです、ね、ここの今、代表にあのなられていますが、現在、この方はです、ね、国家戦略特区のワーキンググループの委員なんですよ。ですから、民間の1つはいいですか。 国家戦略特区のワーキンググループの委員だから、こうやって穴を開けるんですよ、もう一人の方はですよ、ここの医療法人の、すみません、名前は今日は伏せときますが、息子さんは自民党の衆議院議員ですからね、つまりこうやって、こういう関係者の方々が結果的には入ってきている、民間病院で病床規制を外してほしいという方々はずいぶんいらっしゃいますよ、そして地域の貢献,の地域貢献なり、本当に先進医療をやられている方もずいぶんいらっしゃる中で、 こういう関係者だけが入ってくるようなことになるから、私はおかしいんじゃないかと申し上げているんです。時間がないので、もう一つおかしな話をあの皆さんに聞いていただきたいと思いますが、ある、これ、また医療法人なんです、この医療法人の特区は何かというと、指定金融機関が行う貸し付けに関わる利子補給の特例となっています。 医療法人が借金をして、病院を作るっていうのは、これ、当たり前のことです、当たり前じゃないかもしれませんが、大概はそうしています。で、なんでこういうところだけがです、ね、利子補給の特例、つまり金利はきっと負けてもらえることになるんでしょうが、この利子補給は、どのお金が出てるんですか。これ通通告告ししててまますすからねこれ通告してますよ 山本,大山本大国務大臣あの失礼しました、えー、利子補給制度につきましてはです、ね、我が国の成長のために、新たな成長分野を繰り開く先駆的な研究開発、革新的な事業が必要であると考えておりまして、こうした事業を行うベンチャー企業等の資金調達を支援し、えー、市イノベーションの連鎖を生み出すためのために、平成25年12月の国家戦略特区法制定時に、利子補給制度を、 導入したものであります国家戦略特区の利子補給制度は総合特区における同制度と比べて、対象企業は原則としてベンチャー企業に絞り込む、事業分野の対象範囲は医療、国際、農業分野に限定するなど、大胆な規制制度改革を中心とする国家戦略特区の趣旨に照らし、特区の目的に真にすする事業に限定する厳格なものとなっております。えー、国家戦略特区で利子補給制度を活用している えー、医療社団法人がございますけれども、これは東京都から、利子供給の対象にしたいとの申し出があり、昨年3月31日の区域会議で区域計画に盛り込み、9月9日に総理に認定に至ったものであります。また、利子供給の原資は政府の予算であります桜井充君。まあ、要するにですね、でも、ベンチャー企業すべてだったら、それは納得しますが、まだ1つだけなんですで、しかも医療法人ですからね、医療法人、企業ではありませんから。 ですからそこは全然違うと思っていて、このトークを調べるに、調べてくると、本当におかしなことがいっぱい出てまいります。私は前々からあずっと指摘しておりますが、例えば国際医療福祉大学のように、 医学部をもともと新設しないんだと、もう医定数もあ、あとはこのまんまいけば需要と供給の関係でいえばいっぱいになっていくので、医学部の新設は認めないと言っておきながらです、ね、結果的にはこの特区を使って、えー、医学部の新設が認められてきています。それから獣医学部も同じでして、獣医学部もです、ね、これは新設しないということになっていたのに、特区を使って獣医学部の新設が認められていくことになります。私はちょっとと不思議なこががあるんですが まあの広島県で特区が認められて、今治市がまあそ,のそこに加わったときに、しまなみ海道でつながってるからという理由だったんです、まあ、要するに橋でも何でもかかりゃ、それでみんなつながるんであれば、すべてのところは道路でつながることになるので、みんな特区になってしまっていいんじゃないかと思いますが、この東京圏もですね不思議なんですよ、これは東京と神奈川県なんですが、千葉は成田と千葉市なんです、成田ってこれ、道路かなんかで全部東京とつながってるんですか。 なぜここのところがこういう形で、東京圏の中でで指定されたんでしょうか山本地方創生担当大臣あの成田市はですね、あの東,京あの東京や神奈川の特区もございまして、その空港という特殊な関係で,です、ね、一つのゲートウェイになっております。 それはまさに東京、神奈川の発展にかけがえのないゲートウェイということでありまして、そこで東京、神奈川と連携したですね形の先駆的な、革新的な国際競争力を作り上げるという意味では、非常に密接に関係しているということで、同時に指定しているわけであります櫻井充君。あのじゃあ、すいませんが、関西圏はどうなんですか。 関西圏は大阪、京都、兵庫になっていますが、関西空港ってどこにあるんですか。山本地方創生田担当大臣。和歌山県でござ関西圏の場合にはです、ね、こうやって国際空港は入ってなくて、関東圏だと入ってくるって言って、非常に不思議なんですが。 でそれでちょっとあの2枚目のを見ていただきたいんですけど、国際医療福祉大学の医学部と、それから岡山理科大学の獣医学部でございます。これは特区を利用して、今までずっと岩盤規制だと言われていて、医学部やそれから獣医学部の新設ができなかったところが、特区を利用して新しく出来上がったところです。これ、両方すごくよく似ていまして、公募期間がおのおの1週間。 この1週間の間に新しいところが手を挙げることが可能なのかどうかということです。それから応募件数はともに1件なんですが、その前に大事なことがあって、医学部も1件、それから獣医学部も1件だというふうに定めてきています、これは後でお伺いします。そして、用地もです、ね、無償譲渡で、国際医療福祉大学の場合には約23億円相当、それから獣医学部に関しては36.7億円相当となっていて、 それから市の負担もですね相当ありまして、これは成田市になりますが、建設費160億円のうち80億円の補助金に加えて、付属病院用地の造成費用が10億円の負担ということになっています。それから獣医学部に関しては、平成35年までの間に最大96億円の補助を行うと、このぐらいのお金が拠出されることになってきているわけです。 で一番下のところに書いてありますが、これは医師会も獣医師会もおのの反対してきていて、これはもう医師定数にしろ、それから獣医師定数を満たしてきているので、これは必要ないですねという中で出来上がってきています。もう一点申し上げておきますが、国際医療福祉大学のときにはですね、こちらに天下っているというと、あのまた定義上問題があるので、OB の方が、官僚の OB の方が多数ですね、所属されてきておりまして、 でそこの中で、文部科学事務次官の経験者の方からです、ね、この国際医療福祉大学に区いついては、政治案件だから、文部科学省として口出しするなという電話が入っているんです、これは私は、その中の方から情報を得ておりますので、あとあのこれはこの委員会で申し上げましたが、えー、認めていただいておりませんが、政治案件だからということで、しかももう一つ申し上げておきますが、 文部科学省の真面目な役人の方は、ですねおかしいと思って、このことについて手をつけなかったら、実はとある大学、地方大学に左遷されてきています。こうやって政治的なものが背景にあって、私はある部分、この医学部っていうのは認可されたんではないのかと思いますが、すみません、パネル下げていただいて、さて、そこで獣医学部についてお伺いしていきたいと思います。麻生大臣は、以前は獣医学部の新設に反対されていたと私は承知しておりますが、 現在はいかかがでしょう財務大臣えっといきなりだったんで、何獣医学部に反対を今、賛成してるか、こ、はい、れはもう特区で決まったんだと理解をしておりますんであの、獣医学部が四国にないという点は問題だと思って,思っておりましたけれども、あのそれがあの獣医学部全体で見ますと、 大都市に偏りすすぎてるんですよね獣医がもうあなたご存じのとおりなんで、それで、それが地方にないというのに、大いなの問題があるというのは確かだと思いますんで、そういった意味では、きちんと地方に散るというような条件がつかないと問題なのではないかと言ってきたと記憶します櫻井光留君。今おっしゃってるような、例えば地方にそうやって獣医学部が出来上がって、地方の獣医師不足に対応するんであればですね、構造改革特区でやればよかったはずなんです。 構造改革特区で、実は加計,加計学園はですね、えー、と15回応募していますが、15回ともはねられてきています。なぜ15回はねられたんでしょうか山本国務大臣。加計学園というか、今治市が、加計学園,あ今計学園あ、今治市と愛媛県がですね、えー、当初から、あ 獣医学部の設置について構造改革特区で申請を平成19年から15回にわたってやってきておりました、えー、ただその段階では認められていなかったわけであります、えー、ところがその21年に入ってからはですね、えー、その文科省の方も構造改革特区においてまあ将来的な検討に値するというようにか変わってきておりましたでその後 お今回の国家戦略特区というものが出来上がるわけでありますが、そうした中でえ人、人種あの共通の感染症とか、ですねえあるいは先端的、えー、なあ約創薬等に関するニーズが極めて高まってきたと、そういうことから、ですね私どもは時期が熟したということで判断したわけであります桜。桜も,しもし じゃ、あちょっと、あの、速記を止めてください。山本地方総財産党大臣。あの、構造多額特区の時代に、あの。 えー、認められなかったということは、それはその当時のですね状況で、もう昔は判断したものだと思いますけれども、えー、あの国家戦略特区ができてからは、ですね、えーあのー、むしろお、事情が極めて変わってきたということもございます。えー、そういうい意味で えー、地域での水際対策の強化や新薬の開発などの先端ライフ施設、研究の推進、これがあ重視が新たに取り組むべき分野の具体的需要が高まってきたというように判断して、構造改革のときには認められておりませんでしたけれども、えー、このたび、そうした気が熟したということで、国家戦略特区の下で、えー、判断したということであります聞いてもらえます。桜井光君、いや、文科大臣に聞いてもらえばいいんだ、ちゃんと、文科大臣。 櫻井充君。えっと、すみませんが、構造改革特区の時点では。獣医師の数が足りているからとか、さまざまないくつか理由があったはずですよ。その理由について述べてください。文科大臣ですか。かどなたに。じゃ、すみません。文科大臣お願いします。松野文部科学大臣。時は高等教育局長。お答え申し上げます。 構造改革特区につきましては、当該地域の特性に応じた規制の特例措置を講じることによりまして、地域の活性化を図るということを目的とした仕組みでございます。今治市からは、先ほど来お話しございますように、えー、第12時から第26時にかけまして、大学の獣医学部の新設を求める提案なされました。これに対しまして、文部科学省といたしましては、入学定員を特区ではなく,く。ちょっと時間止めてください。 え参考。 え山本大臣ちょっと待ってちょっっと待ってください、え松野大臣文科大臣,文科大臣ですか、松文科大臣お答えをいたします。えー、愛媛県今治市より、平成19年から15回にわたって、えー、獣医学部のない四国地域における獣医師の受給に寄与する旨の構造改革特区提案がなされましたが、 入学定員は構造改革特区ではなく、獣医師養成大学全体の課題として対応すべきであるとの考えから、文部科学省において検討を行ってきたところでございます桜井充君。そのとおりなんです、地域の偏在ではなくて、全体として考えていかなければいけないから、だから構造特区にはなじまないと言って認めてくれていないんです。 それを国家戦略特区になった瞬間からね,ねじ曲げられてくるわけですが、先ほどです、ね、担当大臣からこういうご答弁がございました、その新しい、まあ、創薬とかですね、薬の創薬とか、そういったものについて必要だからというお話でしたが、しかし、例えばアステラス製薬という会社がございますが、ここの社長、会長を務められた方は獣医学部を卒業されてきています新薬を2剤作られています。 すいませんが、製薬メーカーで研究員の方々、まあ、大手だと1500人から2000人ぐらいいらっしゃいます、この方々が一生涯かかっても1剤作れないんですよ、そのぐらい創薬というのは難しいんですが、この獣医学部を卒業された方はです、ね、2剤も薬作られてるんです。 ですさら今更ですね、ライフサイエンスがどうのとか、そういうことを言うと、今まで獣医学部を卒業されて、社会で一生懸命やってる方々に対して、私は失礼になると思いますが、大臣、いかがですか山本地方創生担当大臣。大臣最初にあの先ほどの関西空港の答弁、訂正させていただきます、大阪府の所属でありまして、失礼いたしました。えー それから今回の獣医学部の新しさでありますけれども、それは先ほど申し上げましたように、三端的ライフサイエンス分野等を中心にやるということであります。でまあ、今の獣医学部の卒業生でもあるじゃないかという話もありますけれども、あのまあ、それはそういう方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばその、これはあの、えー 区議会議の席で発言されたので、公開されておりますので、申し上げますけれども、えー、坂根議員という方がいらっしゃいますが、まあ、この方は医薬に関係する会社2社の社外役員をやっていると、そこで改めてびっくりしたのは、えー、この国の創薬の歴史というものが低分子出資できたために、高分子では圧倒的な遅れを取ってしまった、えー、それから動物研究による創,創薬もそのものすごく遅れて、この分野に、 進出するためにはもう欧米のベンチャーを買収するのが現状だというような話もしておりまして私どもとしては十分ではないまたそのことを示す意味でもですね世界の獣医学の大学ランキングとなりますでこれは大学のランキングを50位までやってるんですけども日本の大学は あ34年に東京大学が入ってるだけでありまして、まあ、そういう意味では、国際的にも日本の獣医,学獣医学部は競争力はまだまだ十分ではないというふうに判断してて、新しい学部をしっかりと作ることに大きな意味があると考えております櫻井充君。まあ今のことを大学関係者が聞いたら、相当怒ると思いますよ。今、大学は共同研究などですね、それから学部同士であで一緒にやっていこうと、新しい動きもやってきていて、 あの今,の今のようなことを必ずしもやらなきゃいけないわけじゃないし、それからですね新しいニーズが生まれたら、じゃあすべて新しい大学作るんですか、新しい大学作んないとみんなできないんですか、時代の流れに変わって、みんな学部はちゃんと変わって、事業の内容から何からみんな変わってきてるんだと思います。さて、そこの中で,で、ちょっと見ていただきたいんですが、その前に、総理ですね、国家戦略特区のトップは、 決定権は総理にあるということでよろしいんでしょうか山本地方創生担当大臣。あのえー、内閣府設置法で,です、ねえー、総理大臣は職務を文書することができるようになっております、えー、そこで内閣府に特命担当大臣ということを置くわけであります。えー、その際に、その職務については、えー、組閣のときに総理から指示がございます。 指示書をいただくわけでありますその支援書の中に、私の担当については、国家戦略特区を担当させるということになっておりまして、そういう意味ではあ、法形式的には内閣総理大臣となっておりますが、自主的には私が責任者であります桜井充君。すみませんが、形式的な問題、形式的なって、それだったらあれですよ、例えばあ獣医学部を1校に定めると告示されてますが、その告示名は大臣の名前じゃないじゃないですか。 安倍総理大臣と、それからあの当時の,あの文部科学大臣だった、えー、あえー、とそれは長谷さんの方は医学部だから、今のだ現大臣かと思いますけれども、今の文部科学大臣と、それから総理の名前で告示されているはずです。じゃあ、ちょっと順番変えますが、このお獣医学部、公募の期間が1週間しかありませんでしたが、1校に定めるといたしました。この1校に定めるというのは、一体どこで、いつ誰が決めたんでしょうか。 山本地方創生担当大臣あの、えー。11月に特区の諮問会議で、広域的に重視が不足する地域について、限定して認めるという審議が行われました。でそれを受けて私どもは あ関係者あにもお話をし、まあ、特に獣医師会ですね、にもお話しそしてパブリックコメントに付してき、えー、たわけであります、そういう手続きを踏みました、でその中で、えー、パブリックコメントの中でも、慎重な意見についてはかなり多いというような状況も把握いたしまして、そして、えー、特に獣医師会からですね、えー、私に対して、えー、もしやるとしても、はい、一項に,にかけるべしという、 お話がございましたそれを受けまして、えー、私があこれは一項にした方が、一項ということをはっきり書いた方が、あえー、<coughs> 軟着力できるということで、えー、判断いたしまして、そしてその上えで、文科大臣と農水大臣と相談をいたしまして、政府内で一途率を図って、そして1月4日の告示ということにしたわけであります。 櫻井充君えとすみません、通告していますので、いつどこで、どの、いつどこで大臣、三大臣が会われて、それで決めたんですか、実を言うと、これ、省の中で、一項に限ると決めるということを議論した形跡がないんです、ですから、そういう議論がない中で決まっていってるんじゃないのかと思っていますが、もう一度、簡潔にお答えいただけますか、いつですか。山本 国務大臣、あのパブリックコメントが十一月八日が始まって一ヶ月経ちます。だいたい結果が出てきました。それから十二月八日に、えー、重視会議の会長から一項にかけるようにという要請がございました。えー、そこで、えー、パブリックコメントが出てきた十二月の。お はっきりと日時は特定できませんけれども、20日前後から、まあ、その段階で12月20日前後に私が決断をし、その上で農水大臣と文科大臣にご相談を申し上げ、最終的に12月の終わりに、12月22日、文部科学省及び農林水産省の相談の上、三福召喚の合意を取り付け、 そして1月4日の告示ということになったわけであります桜井充君すいませんがあの資料請求しておきたいと思います私これ通告しているんですいついつどこで何月何日誰ときちんと会ってそれでこういう決定がなされたのかと すいませんなぜこういうことをお願いしているのかというと、省内で議論したきあの、えー、記録といいますか、それが形跡がないんです。ですから、どうやってこういうものが決められていくのかということを、ちゃんとし明確にしなければいけないと思っておりますので、資料をよろしくお願いしたいと思います五国理事会で協議をいたします櫻井充君さて、えーと、この加計学園についてですが、まあ、ちょっと私は非常に不思議なところがございまして。 総理がですね、式典に出席した学校というのを、ちょっと調べてみました。第一次から第三次、安倍内閣においてですね。この成蹊大学は、総理の母校ですから、まあ、ここでご挨拶されるというのは、当然のことだと思います。あとは防衛大学校であったり。それから、この福島県立の,県立の工,業工業高校に行っているのは？ 福島県内を視察した後に、卒業式に出席して挨拶されているというふうにお伺いしております。あとは防衛大学であったり、海上保安学校ということなので、公的機関なんですが、なぜか分かりませんがあの、この加計学園50周年記念式典で、これは元総理として、元総理としてごあいさ拶されています。それから千葉科学大学学大の方では開学10周年に 看護学部の開設記念式典で挨拶をされてきてきおります、まあ、お忙しい中、あのこういうところに出席されてきていて、まあ、すみませんが、民間、あの私立の大学で、本当に極めて異例で色々、いろいろ話をお伺いするんですが、総理大臣が忙しい中で、挨拶に行かれるということはあまりないというふうに私はお伺いしておりますが、まあ、これだけ大切な会,合会だったんでしょうか。安倍内閣総理大臣 あのまあ、最初に出ているのはです、ね、まだ総理大臣ではなくて、衆議院議員として出席をさせていただいております、まあ、次に出ているのは、まあ、これはあの総理大臣としてではなくてです、ね、いわば一議員として出席をさせていただいているわけでございます。でちなみにですね、ちなみにこの今治市のです、ね、獣医学部、すみません、静粛にしてください。 今治市の獣医、ね、学部誘致については、平成19年、これ、福田内閣のときなんですが、構造改革特区に最初の提案がありまして以降、えー、麻生政権においてもです、ねえー、自民党政権下では対応不可とされていただいておりますが、民主党政権下で,です、ね、平成22年度中を目途に速やかに検討と、これ、前向きに格上げをされたのはです、ね、民主党政権下でございまして、まあ、それを受けて我々が構造改革、国家戦略特区で検討したということでございます。 櫻井君まああのすいませんが、総理がこういう場面に出られるって、本当に異例なことなんですが、そしてその、まあ、この加計学園グループの中で、三陰インターナショナル子ども園というのがございまして、ここはあの安倍昭恵夫人が名誉園長を務めていると、えー、ですからこれも実は森友学園と全く同じような構造になってきています。 であの学校誘致してくるということについて、私は否定するものではありません。ただ一方で、その学校誘致するにあたって、多額の資金を使ってきているのも、これ、紛れもない技術でございます。で、その結果、地方の財政を圧迫するような、大きな支出をおお行っているようなところもあって、えー、このグループ全体の中で,です、ねかなりのあの、かなりとは申し上げません。いくつかのところが やはり例えば南淡路市のように、大学が進出していくんだけれど、定数を満たさないような大学になってきているとか、その大学、その設置そのもののあり方っていうのを少し考えていかなければいけないんじゃないかと思いますが、この点について、文部科学大臣、いかがでしょうか文科省。時は高等教育局長。 いや、入ってるから、その経緯は後でまた協議しますから。答弁してください。はい、お答えいたします。えっ、ー、と、今のちょっと、ご質問の趣旨が、あの、今一つ判然といたしませんけれども。あの、寄付金と、あるいは、土地の譲渡。 ということにつきましては、大学や学部の設置にあたって、まあ、各設置者の判断によって、え寄付金や資産売却収入のほかに、地方自治体からの補助金、あるいは土地の無償譲渡によるものなど、まあ、多様な財源を用いられるということは、あのこれまでもあることだろうというふうにも思っております櫻井充君あの。総理、改めてお伺いしたいと思いますが、その。 別に民間人と食事されようが、ゴルフされようが関係ないことだと思ってるんです。ですがですが、総理がですね。国家戦略特区のまあ、議長を務められてきていて、まあ、はっきり申し上げればここの大学がですね。獣医学部の申請を行ってくると、えー、そうなった時にですね。何度も食事をし、何度もゴルフをされているとですね。 やはり利害関係があって、こういうことになってしまってるんじゃないかという、あらぬ疑いをかけられるかと私は思いますが、その点についてどうお考えでしょうか総理大臣あの私とがです、ね、付き合いがあるかないか、これは全く考慮をされないわけでありますから、むしろそれが考慮され、それ,が考慮それを考慮してですね、それを考慮して、えー、戦略特区の認定を行うということであればです、ね、根本的にそれはまさに阻止としておかしいわけでございました。 えつまりすみませんあの、ちょっと皆さん、最後なんですから、<laughs> しっかりと、えー、議論をお互いにです、ね、冷静にしようではありませんか、そこで,です、ね、そこで、では私と付き合いがあったら国家戦略特区に指定されないということになるんでしょうか、これはおかしな話になるわけでありまして。えー、でこれ はっきりと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、格上げになったのは、民主党政権時代なんですよ、これ、繰り返し申し上げますが、これ、福田政権でも、あるいは麻生政権でもですね、これは不可となっていたわけであります、それを私が加にしたということではなくて、民主党政権時代にですね、検討、速やかに検討ということになった、すみません、ちょっと。私の 発言にいちいいいいいいちち反応しないでたいただきたいと思いますが <laughs> あのいや私はの、のすみません、ちょっとやじられると、非常に答弁しにくいタイプでございますので、ちょっと配慮していただきたいと思いますが、そこでですね、そこで、後ろのバックベンチの方の方、ちょっと静かにしていただけますか、そこでですね、そこで、いわば大切なことは、ですねそれに相当するかどうかということでありまして。 先ほど、麻生大臣からお話が、ご説明をさせていただいたわけでありますが、四国にですね獣医学部が1校もなかったということであります。ではなぜ1校に絞ったかといえば、これはまさに獣医師会からの要請があったわけでございまして、今後ですね、今後ですね、今後、すみません、ちょっといちいち騒がないでいただきたいと思いますが、獣医師会の 党のですね要請もあり、1校に、いわば東が医学部、獣医学部がない地域に限って1校ということになったわけでございますが、このえ特区はまさに突破校でえありますから、その後、必要とあれば2校、3校ということに広がっていくのは、これ、当然のことであろうと考えているわけでございます。そして同時にですね、これはまさに要請したのはですね、要請したのは、これ、今治市。 で、えー、ございましてまさにこれ、今治市だけではなくてです、ね、多くの地域が、私の地元なんかもそうですが、学校を誘致しようとしているんですよ。でむしろ、その市の状況がです、ね、財政状況が厳しいからこそ、若い人たちにたくさん来ていただこうと、住民税も払うし、そこで消費もしてもらって、えー、そういう人たちが自粛に住むということになって、小さな町が形成されているのも事実であります。であるからこそ、多くの学校がです、ね、無償で、えー、これは誘致をしている。 でこの20年間の間にです、ね、25例、無償の提供の実例があるわけでありまして、つまり事実上です、ね、ほとんどの地域においては、ほとんどの地域においては無償で、これはないと、なかなか学校には来てもらえないという状況もあるんだということもです、ねえー、ご理解をいただきたい、まあ、簡潔に申し上げればそんなところでございます。桜井充君、えー、すいませんが獣医師会はとと、ね、何つってたかというと これ、学校作ろうに反対してたんですからね、その1校にしてくれというのが、獣医師会からの要請だというのは、これ、違うことだと思います。それから、国家戦略特区のですね、これはワーキンググループだったかな、ワーキンググループのヒアリングを行ってきているんですが、まあ、その中で、八代直弘さんが何とておっしゃってるかというと、我々はこの国家戦略特区をつく使ってです、ね、医学部の新設に成功したんだと。 この医学部の新設を行うためには、何でもいいから特別なことをつければいいんだと言って、その枠が今、140の定数がありますけれども、20は確かに特別な枠なんです。残りの120は一般の医者を育てるだけの話なんですよ。でそれで、ここの中で八代さんが何とおっしゃってるかというと、獣医学部も何でもいいから特別なことを言ってくれと、今治社の関係者に言ってるんです。つまり何かというと、ここのワーキンググループでの行われている議論は、 結局のところは、客観的にこれが必要か必要でないかということではなくて、もうとにかく獣医学部を作るためにはどうしたらいいかっていう議論をしているような場なんですよ。大体、竹中平蔵さんが入ってるんですよ、自民党の皆さん。こんなまともな会合じゃありませんからね。まあ、そういう中で決められてきています。あのすいません、あともう時間がないので、えー、すいません、一点、あとはこれだけ指摘して別な問題に行きたいと思いますが、私、また不思議なのはですね、 その最高裁の判事の任命についてです、最高裁の判事っていうのは、これまでその経験者が選ばれていたんですが、なぜかこのかこ,のこ,こもですね、加計学園の関係者の方々が,方がです、ね、判事の経験なしの人物を起用しています。 これは最高裁ですねですから、これも内閣の人事なので、非常におかしな話でして、まあ、付け加え、まあまあ、そういうことでございまして、えー、いろいろその、の何て言うんでしょうか、関係者だけが出てくるもんですから、ちょっとあの問題があるんではないかと思って質問させていただいておりました。えー、それから、えーと、森友学園のことについてお伺いしておきたいと思いますが。 えっと今日これは財務省の方に答弁は認めております。財務省にお伺いしたいんですが、改めてこれは谷さんからですね問い合わせがあったあんた案件でしょうか。佐川理財局長、お答え申し上げます。えー、総理夫人とのやりとりにつきましては。 私どもの理財局によります国有財産審理室長が担当でございまして、彼に確認をしましたところ、平成27年の11月頃で、夫、えー、人付きのその女性の方から同室長に対して、介護施設に適用される定期借地の賃借料についての優遇措置について問い合わせがございまして、当該優遇措置の対象には、学校法人は含まれず、 また、学校法人に拡大する予定もないという回答をしたということでございまして、まあ、制度に関する一般的な問い合わせだったということでございます櫻井充君。えーとすいませんが、あの局長ねあの、官僚の方っていうのは、自分でこういうことを判断して、えー、問い合わせしたりするもんでしょうか、一般的に。佐川理財局長 お答え申し上げますあの私、す、え、べ、ー、ての人にどういう感じなのか、全くお答えする能力ございませんが、あの人それぞれでご判断されることだろうというふうに思います櫻井光弓君。あのまあ、これはですね、ご本人のせいだけにされるっていうのは、私は非常に気の毒だなことだと思っていてです、ね、やはりご本人に来ていただいて、きちんとその釈明する場っていうのがあった方がいいんじゃないかと、あのそう思います、えー。最後に経済問題については、安倍総理にお伺いしたいと思いますが。 日銀の金融緩和政策というのは、本当に成功してるんでしょうか、私は最初ですね、大量に円をあの吸って、そして円安に誘導して、そしてその結果、株価は上がりました。これは日本の資産価値が下がったから、外国人投資家が割安感があって株,価株を買,い買って、まず1つ目は上がってきています。もちろん、円安に誘導された結果です、ね、輸出業界を中心として、株価は上がっているんですが。 今になってみてです、ね、マイナス金利まで導入するようになって、えー、銀行の関係者をはじめとして、多くの方々からこの政策についておかしいんじゃないかと、まあ、そういう声が上がってきていますが、総理はいかがご認識でしょうか安倍内閣総理大臣。あのまずですね、わ、え、れ、ー、がなぜこの3本の矢の政策を始めたか、えー、そしてその中で、1本目の矢としてです、ね、大胆な金融政策、金融緩和を行ったかということでありますが、それは第一にですね、 デフレから脱却をするで、極めて短い期間にデフレではないという状況を作り出すことができましたが、デフレに逆戻りする恐れがないかどうかということについてはです、ね、まだその可能性がありますから、デフレから脱却は残念ながらしていません。ですから、まだ十分にその目的を達成したわけではありません。ただ、同時にですね、まあ、金融政策、あるいは財政政策も合わせまして、まあ、米国もそうなんですが、金融政策は実体経済にも働きかけをする。 で実,体実体経済の中で一番大切なのはやっぱり雇用なんですね。我々政権取る前は、雇用は10万人失われていましたが、今、170万人作りました。そして正規、確かにこれ、正規、壁があったんですが、2年前に8年ぶりに正規もプラスに転じ、とうとう77万人プラスになりました。我々がこの政策を始める前、まあ、皆さんの政権の時代にはですね、正規雇用、マイナス55万人だったんですよ。マナスス万人から正規雇用がプラス 77万人になった、そして日本中すべての県で史上初めて有効求人倍率が1倍を超えた、これが効果がなかったんでしょうか、私は明らかに効果があったと、このように考えておりま時代、時代によって違っていて、例えばリーマン・ショックがあった後とかですねそれから東日本大震災があった後とか、そこのところであの比較対象するっていうのはあの、なかなか難しいことがあるとそう思います。でその上でですね その最初に申し上げたとおり、円安に誘導されて、株価が上がった時点までは、私はこの政策そのものが、僕は基本的に言うとあまり賛成ではありませんが、ですが、これはこれで一つだったと思っているんです。ですが、今こ、こ,ここにきて、ですね出口戦略もないままにずっと国債を買い続けてきていると、そして今、日本銀行の中でも、こういった政策が本当に正しいのかどうかっていう議論が行われてきています。 なぜこういうことをお伺いしているのかというともう次にの日銀の総裁人事が待ってきていてここを総括ちゃんとしていただかないとまた,間違ったです、ね、また間違ったような政策を打たれてしまうとこの,この国そのものが大変なことになると思っているんです私は少なくともまずマイナス金利にしてきていること自体が非常に大きな問題だと思っていますしそれから国債を買い入れてきていますが出口戦略がないままずっと国債を買い続けてきていて 本当にいいのかどうか、この点については総理はいかがお考えでしょうか安倍内閣総理大臣。あの基本的にです、ね、その個々の、個々の金融政策については、日本銀行にお任せをいたしておりますし、そしてまた同時に、いわば個々の政策は日本銀行の専権事項としてやっていただいている、私どもが日本銀行に要請しているのは2、2%の物価安定目標をしっかりと達成してくださいねということと同時にですね、 これは、まあ、日本と政府と日本銀行の中のいわば取り組みの中にはないわけでありますが、しかししっかりと先ほど申し上げましたように、雇用、実態経済にも働きかけていただきたいと、こう申し上げているわけであります。しかしかこれはは雇用だけではなくてて、ね、中小企業においても 4年連続、過去最高の賃上げが続いているのも事実でございまして、最低賃金も先ほど申し上げましたように、大幅に上げていて、パートの時給は過去最高にもなっているわけでございます、そこで出口戦略については、まだ,まだ2%に達している前に、今、出口戦略について議論する、もちろんこれは専門家の集団でありますから、 さまざまなことについては、当然考えているわけでありますが、まだここで,ですね出口戦略うんぬんをするのは早いんだろうと、このように思っておりますし、いずれにいたしましても、個々の金融政策については、日本銀行にお問い合わせをいただきたいと、このように思います一言だけ、桜井充君。 あの改めてですが、まあ、これは経済の対策をまたやらせていただきたいと思いますが、国家戦略特区を使ってです、ね、なんていうか、あの政治がゆがめられてきてるんじゃないかとそう思っていて、まあ、この問題についてこれからまた追及させていただきたいということを申し上げて質問を終わります。どううもありがとうございまましししたた以上で桜井充君の質疑は終了いたしました 次に竹谷俊子君の質疑を行います。竹谷俊子君。公明党の竹谷俊子です。冒頭まず3月23日に行われた証人喚問に関連して一言。申し